こんにちは、ミスター M の面白科学実験第40回ですね。だいたい4年に一度うるう年がありますけど、なぜそのうるう年があるのかという謎についてですね、実験を交えながら考察していきたいと思います。それではですね、実験していきたいと思います。まずですね、ここに2つの歯車があります。まあ、簡単にちょっと作ってみたんですけど、この歯車がですね、こちらを固定してまして、この歯車がこの周りをですね回転するわけですけど、一体何回ですね回転するかということをですね、今から実験してみたいと思います。それでは早速ですね、実験してみたいと思います。まずですね、ここから赤の部分がですねスタート、ここからスタートしましたと思います。するとですね、こうやって、で実際はですね、お金なんか使ってもいいんですけど、まあ、ちょっと滑りっぽいので、まあ、歯車を使うとですね、滑らず回転します。このようにしてですね、ずっとこのようにして回転して、するとですね、ちょうど半分ですね、今最初ここからスタートしましたので、この矢印もこれでちょうど半分のところで1回転しました。でさらに回転させます。するとですね、元の位置に戻ってきました。ちょうどここでですね、この位置で1回転、さらにこう回ってですね、こう回って1回転、ということで実はですね、足す1で2回転するということですね。先ほどの結果をですね、ちょっと考えてみましょう。君たちはですね、1回転すると思った人もいると思いますけど、実は2回転です。この1回転足したのは何か。これはですね、例えば太陽の周りを地球が回るとしましたら、これは自転ですね、自分が回る、これが1回、要するに元の位置まで戻ってこないといけないわけですから、この1回転をですね足さないと2回転にはなりません。ということで、滑らずですね回転するためには1回転、当然1回転しますけど、それと1回転足すということで2回転。このようにしてですね、自転の数をですね、足してやらないといけない。というのが実は、このミソになります。はい、それではですね、太陽、このまま、これがあるんですよ、太陽。でその周りを地球がですね、こう円運動をしているわけですけど、まあ、これが地球の位置と、まあ、これが移動した地球の位置とします。するとですね、恒星というのは非常に遠いところにありますので、まあ、ほぼ平行恒星であるということですね。それでまずですね、ここからスタートします。ここが私のいる位置、ね、ちょうど太陽が南中したとだと考えてもらったらいいです。南中ですね。そして、地球はですね、自転しながら実は、公転しているわけで、
ここに書きましたけど、これはですね、これはこう一回転してここまで来る、ちょうど一回転するわけですね。ここは、この青いとこはですね、これは一構成比、ちょっと言葉は難しいですけど、これは何かというと一回転したということですが、地球の自転周期であるということですね。これでこれは等しいわけですね。そして実際は地球はですね、ここまで行きます。これをさらに行ってここまでですね、この赤い部分をですね、これが実は1平均太陽日と、これがですね、実は1日が24時間、これを24時間したわけですね。毎日太陽の位置が変わったら非常に困りますので、まあこれを1日ということで、このここまでがちょうど1回転するわけです。この余分な分だけ移動しなくてはいけないということでですね、この地球の自転周期はですね、23時間56分、差し引きですね、4分の差が出るんですね。これがですね、ずっと1年間積もり積もると1日ということになるわけです。まあ、こういうことでですね、実は太陽の周りをですね、自転しながら回るということで、実は365日であるということでですね、365+1 で16回転しなきゃいけないと思います。先ほどの計算式ですね、1平均太陽日、これが実は24時間1日ですね。で、1恒星日、これは地球の自転周期で、23時間56分ということで、4分、差し引き4分ですね、1日に4分ずつずれる。まあ、それが引いてはこういうことですね。実は365日で1回転するわけですけど、地球はその周りで1回転するわけですね。ということで366回転するということになります。まあ、それでですね、この1日分だけがですね、ずれるということで、実は、ウルード氏をですね、入れないといけないということです。まあ、昔はですね、最初に暦を作った時はですね、実はこういう考え方がまだ分からなかったわけですけど、例えば1月がですね、夏になったり、もうこれになるとですね、ちょっと何が何か分からんようになりますので、まあそれではいけないということで、実はこういう暦をですね、実は作るわけですね。まあそれが後で紹介しますけど、グレゴリアですね、暦になります。はい、それではですね、先ほどのことをまとめてみますと、1日は24時間、これは、人間が決めたわけですね。で、これを1平均太陽日、まあ、なんで平均かというと、地球はぶれるわけで、完全にですね、24時間ではないわけで、まあ、ぶれるということで、まあ、1日平均した太陽日も、そしてですね、24時間を分で表すと 24×6、 1回転中の360度ですけど、360度ではというとですね、1日に約4分ですね、ゼロということになります。で、24時間から4分を引くと23時間50度ということで、1恒星、これはまあ地球の自転周期なんですけど、先ほど言いましたけど23時間50度。実はですね、ここにまだ波数がありまして、まあ、このまた波数がちょっと大変なんですけど、またそれはですね、後で説明していただきたいと思います。先ほど言いました1恒星日、地球の自転周期ですね。で、実はですね、さっき56分と言いましたけど、23時間56分4秒と
4分、3分56秒です。この4秒がですね、また実はちょっと複雑な計算をしないといけないということになります。これをですね、うまく表したのがクレムリンということになります。はい、それでですね、実はグリゴリオという人がですね、暦を修正することになったわけですけど、まあ、教科書に載ってますけど、西暦年数が100で割り切れないとき、4で割り切れればうるう年とすると、まあ、普通4年に1回あるということですね、まあ、4で割れるかどうかということですね。それともう一つは、グレゴリオ暦では西暦年数が100で割り切れるとき、100で割った値がさらに4で割り切れればうるう年とし、割り切れなければうるう年としない、まあ、これはですね、先ほど言ったようにこの4秒という波数が出てくるわけですけど、これをですね、うまく回避したということですね。まあ、現在このようにしてですね、グレゴリオ暦で実は暦を表しているわけです。まあ、こういう約束があるんですね。まあ、4で割れるかどうか、でさらにですね、100で割った時に4で割り切れるかどうかということになります。まあ、このようにしてですね、長年かかってですね、ようやく暦と実際の一日と、我々が言う一日というものをですね、修正しながら、実はカレンダーを作っているということになります。まあ、そういうことで、ちょっと難しい話でしたけど、一日にですね、一回自転するということがですね、非常にこういう複雑なことになった原因になります。はい、そういうことでですね、グレゴリー暦でうるう年になるかならないかというのはですね、この式を使えばいいということで、後でですね、練習問題を出してますので、ぜひですね、チャレンジしてください。ここをちょっとね、気をつけないといけないですね。うるう年でない時もあるということになりますね。そこさえ気をつければですね。